自衛隊の中にも警察の職種だったり、うん、消防の職種だったり、施設化職種や戦車の、職種とかいろいろあります。一番こう、ね、真ん前に立ってっていうことで、うん、きちんと背中合わせになりながら、はい、仕事してくださってるってことですね。まあ、あと先ほど聞きました資格がっていうのは、これ所長からちょっと伺ってもいいですか。資格とかっていうのは取れるんですか。職務に必要な職種であれば、運転職種とか、普通自動車、大型自動車、社会人はもう、ロボットとか、こちらの通りとか、そういったのを取れます。普通はね、取ろうと思うこともそうですけど、取れない。いろいろな資格がありますよということで、興味のある方もあると思いますけどね、ぜひいろいろお尋ねいただきたいんですが、まあ、もうちょっと親しくなっていただく上でですね、はい、ちょっとラフな質問を。勝手に親しくなっちゃう。だってね、僕ね、このインタビューを介して、だんだん距離が遠くなってる気がするんだ。そこははははって言ったけど、まあまあ、ね、事実ね。みんな分かってるよ。そうですよね。はい、どうしましょう。頑張ろう、うん、あの女性が上がってらっしゃるので、はい、さっきも聞きました、出会いの機会っていうのがある。さっき誰聞きましたっけ、これがさっき聞いたんですかね。じゃあちょっと違う方に、渋谷さん、出会いの機会っていうのが、どうしよう、またスタップ細胞みたいになったらどうしよう。ドキドキする。半身ね、半身逃げちゃう。出会いの機会っていうのは、渋谷さんいかがですか。社内で結婚しました。今何て言われました。もう一度聞いてもいいですか。主人も自衛官です。このまさか左手に光る指輪が、なんかここがもうすでにブライダル会場みたいな、今拍手が起こる。そういう出会いが、せっかくだからちょっと隣の石井さんにも出会いの場、ね、出会いはあります。あります。はい、あります。あります。自信持ってありますのみ、はい、おかずのみみたいな感じでいただきました。ご主人いらっしゃるとあれですけど、まあ、あの皆さんに独身の気分で好きなタイプとか聞いてもいいですか。何を言うたの。大丈夫。大丈夫ですか。あ、社長から OK が出ました。はい、皆さんの顔は OK じゃないけど聞いてみます、はい、好きなタイプは常識がある人。常識がある人、なんで僕見るんですか。わぁじゃねえ。常識がある人だそうです。そうでしょうね。そうですね。もうちょっと常識つけなきゃよかったな、はい、すごい常識がある人、切って見られちゃった。渋谷さん、何ですか。おそらくがね、ここでね、ずっとね、はい、ブルルって言われたね、もうね、飽きてる。半兵衛様がね、はい、かわいそうになってくるそうね、近づいてくる。あのハンカチ落としの時にこう自分に落とされたからみたいな。渋谷さんの好きなタイプ、やっぱり筋トレが趣味な方は違いますね。ああ、そうか。ちゃんと鍛えなきゃいけないって、はい、僕睨まれたけど、やっぱそう鍛えなきゃいけないよっていうごとくなんですよ。今日眠れそうにないよ。野望にもかかる。旦那さんがね、います、はいはい、すいません、皆さん、あの好きなタイプは面白い人。面白い人です。今やったって思う。いや、それはね、あえて今のタイミングで言われたってことは面白くないって言われたんです。すごい怖い。あー、聞いてみてよかった。みんなついてきてますか。大丈夫ですか、ね、はい、ご趣味聞きました。好きなタイプ聞きました、はい、せっかくだからよく、あ、所長、皆さんこう宴会とかがあった時に、なんかの宴会芸とか一発芸とかはされたりあるんですか。あのコンプライアンスが厳しいんであまりやらないんですよね。ちなみに所長はなんか得意な芸とかってます。裸芸以外やったら大体ですか。最近の旬のネタは、まあ、ここではちょっと言えないですけど、あちらでちょっと前になっとるっていうのはね、もう話聞こえたくなるか。それをね、そのまま聞こうかと思ったんです。宴会芸と女性がされたりという機会はやっぱコンプライアンス的にあまりないということですか。ないですね。ないですか。そうなんですね。じゃあ、あのプライベートの時になんかされる。何のプライベートの時に何をする。モノマネとかやってもらってもいいかなと思ったんですけど、やめといた方がいい。初めて意思表示がすごいよ今。ここへ来て初めてね。おツーストライクの後にカーブじゃダメって言われたみたいで、すげえ早かった今。真面目じゃないですけど、あの自衛官の話に戻って、はい、こう体力がないと、うん、
自衛隊ってなんか入れないっていうようなイメージがあるんですけど。あ、それはね、あの、うん、私もまあいろいろテレビとかでも拝見することがあって、なんかものすごい綺麗とかですね。体力はなくてもというか、体力とその自衛隊の仕組みはどういう、あんまり違ってないよ。あ、わかりました。手があんまり長くないんだな。うん、ない。あ、そうなんだ。大丈夫です。どうですか、体力がなくても自衛隊に入れます。体力がなくても学生期間でみんな同じ運動とか体力作りをするので全然大丈夫です。ちゃんとした答えが返ってきて、すごい嬉しかった今。すごい嬉しいです。やっと喋ってもらえた。やっと喋ってもらえた。そう、なんか中に入れてもらえたみたいな。これ所長ちょっとまとめてもらいますけど、なんかおっしゃった通りで。誰でもね、やっぱりこうやってみたいなっていう、チャレンジしてみたいとか、こう憧れてる方っていうのは、ちょっと体力どこだと思っても、一回入ってみたら大丈夫。大丈夫です、はい、大丈夫ですって、はい、そこから鍛えるっていうのもいいんですね。そうですね、はい。ちなみに休みとかってのはあるんでしょうか、休み。基本的には土日。あ、土日休み。あの、ちょっと小見た話で土日とか何されてらっしゃるんですか。ちょっと私の途ここに趣味が現れるわけですね。なるほどね。よかった。え、聞いちゃダメだったかな。いや、大事にと思いますよ。全部こちらに。責任は。申し訳ない。責任は私が、好きなことばっかり聞いておりますけど、はい、身近に感じてもらえればと思うんですが、そうですね、はい、あのそれこそ、うん、あの体験していただくということで、はい、もっともっとより近く感じていただきたいということで、はい、ちょっとあの制服が、これちょうどキャラクター並んでますけど、制服も陸海っていろいろありました。そうなんですよ。そこの、角曲がったところに自衛隊のブースがありまして、そこではあのなりきり自衛官といってですね、自衛隊の陸海空の制服や作業服がありますので、それを着ていただいて、自衛官になったつもりで写真を撮っていただきます。サイズもいろいろあって、お子さん用もあるんですか。はい、大人から子供まで用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。はい。で、あのその横にさっきやったガチャガチャが、そう、ガチャガチャ、ちっちゃすぎて見えない、はい、そうですね。多分私がやってるからこれくらいちっちゃいんですけど、いや普通の人がやったらもっと大きいと思います。あの大きい小学生のゼッケンやないやから、そんなにね変わらんと思うけど。あの缶バッジが入ってました、はい、ガチャガチャは。ああいう缶バッジなど、コスプレをね、体験で、なりきり自衛官やらせてくれた人は無料でガチャポンをやっていただいて、はい、おまけが非売品の自衛隊のレアなおまけがありますので、ぜひ来てください。ぜひぜひ。キャラクターもね、はい、あればすごくお土産にもなると思います。そうですね、はい、アンケートなどもね、随時お取りいただいてますので、ぜひぜひ興味を持ってね。なかなかこういった機会ないですからね。そうですね、ぜひ、この時間いっぱいまで店頭さんがいらっしゃいますのでですね、お声をかけてもらえればなと思います。先ほど伺ったらですね、ちょっと興味ある方いらっしゃったんですけど、なかなかこう今日こういうイベントですけどね、来てみようっていうのが、勇気がいるみたいなことをおっしゃってたそうなんですけど、もう本当に企画にぜひ行っていただければと思います。そして皆様のお越しをお待ちしております。どうしようかな、あまり喋っていただいてないから、一言ずつじゃあ最後に、はい、いただいてもいいでしょうかね。はい、はい、では審査からお願いします。僕のこと嫌いでもいいんで、一言いただいたらもう本当に嬉しいなって思っちゃうんです。はい、ぜひ寄ってください。お願いします。よろしくお願いします。お待ちしております。ぜひ来てください。ありがとうございます。よろしくお願いします。アンケート不足だけでも非売品のグッズがもらえるので、ぜひお立ち寄りください。ということで、本日は2回目のちょっとね、お気軽に寄ってください、はい、そうですね、はい、すぐ本当に曲がってすぐのところにありますので、募集のポスターなどもね、ぜひご覧になっていただいて、せっかく今日こういう機会をいただいてお話もできたので、より身近に感じていただきたいなというふうに思います。はい、はい、陛下の皆さん、そして所長さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。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 
メールをぜひ一緒に写真を撮ってくださいなということです。